よっしゃ、出た。いけ、ゼロいけ。はい、じゃあこんにちは、やってまいりました。8月22日木曜日、ベラジオゼロ、紋別競馬場ブリーダーズゴールドジュニアカップですね、重賞に挑戦となります。で、今回ね、デビューから2戦目、3戦目は栄冠賞という重賞を取らせていただきましてね、その時は 1000m で、1200、一つずつ距離上げていったんですけどね、まあ、今日のね、ポイントはね、まずね、やっぱり距離延長なんですよね。一気にね、1700m、今回、なります。これね、ゼロ自体はね、こう結構ね、折り合いがつく馬なんで、そんなにね、こうまあ問題視はないかなとは思うんですけども、まあ本来持ってる馬のね、こう資質っていうか、距離が伸びても大丈夫なのかどうかが一つ、まあ課題点としてあります。あとね、まあちょっとね、見た目で分かんないかもしれないですけどね、めっちゃ雨降ってるんですよね。ね、こんだけね、ちょっとね、雨って言ってもね、こうなんかね、バチャバチャ降ってるわけじゃないしにね、なんか霧雨みたいなのがブワー降ってるんですよね。で、ちょうど今ね、時間帯で7時前ぐらいなんですけどね、ちょうどね、それでね、まあ降ってきまして、馬場状態がやや重から、おそらくね、レースね、8時50分なんですけど、発走がね、おそらくちょっと重に近いぐらいまでなるんではないかなっていうのはね、そうなるとちょっとね、時計がかかるんではないかなっていうことでね、ちょっとそこがね、まあ克服できるかが課題ポイントとしてありますね。ただね、やっぱりゼロってね、走法的にはね、結構ね、書き込むような走法してるんでね、この雨はね、逆にね、まあ苦にはならないのかなと思いますね。だから距離延長もそうですし、この雨ですね、道悪のこの、まあ、走法的に、まあ、いけるであろうというね、勝手な個人的なね、意見なんですけどね、まあでもそこさえクリアすれば、まあ、このメンバーでもね、全然ね、勝ち抜ける実力はあると思いますんでね、まあ今日はね、当面のライバルがね、ちょっと2頭見てるんですよね。まあ、そこがね、1番人気、2番人気、3番人気をちょっとね、こう争ってるような今感じなんですけどね、まあ結構ね、この参戦みたいにはね、簡単にはいかないかなと思うんですけどね、まあぜひね、ちょっとゼロの、底力、ポテンシャルを信じてね、今日もね、ちょっと応援していきたいなと思ってます。まあとりあえずね、まずパドック見てね、ちょっとお届けできればと思いますんで、やりましょう。じゃあパドックに行こう。はい、じゃあパドックやってまいりました。まあ、ゼロはね、今ね 3.6 倍の3番人気ですね。1番人気が3番と5番で結構拮抗してるんですけど、それに続く3番手の評価で、まあ、なってます。まあ、ゼロ自体ね、無傷の3連勝なんですけども、どうしてもね、やっぱ距離ですよね。この距離をちょっと経験したことないっていうことで、まあ人気の方はちょっとこう落としてるような状況なんですけども、まあいずれにしてもこの三つどもえ用のような状況ですね。で、プラ体重がね、プラス8キロってなってるんですけども、まあ距離が伸びる分ね、こう体重をこう増やしてきてるっていうのはね、まあいい傾向ではないかなっていうか、で今回最小位切りみたいな感じのやつがね、結構馬場でやったらしいんですけども、まあ3と合わせでね、まあ動きの方はね、調教的には非常に、まあ先生からは良かったっていう意見をね、お聞きします。で、最後ね、販路でもう本当にね、ウォーミングアップぐらいで上がってきてはいるんですけどね、まあ状態はね、だからね、結構ね、申し分ない状態ではあると思いますね。やっぱこの時期なんでね、まあ、言うても北海道もね、暑いんでね、日中は。だからね、そこで体重をこう結構ね、増やしてきてるっていうのはね、やっぱ成長分もね、見越してのことだと思うんでね、まあまあ、ゼロにとってはね、いいことだと。ただね、やっぱ懸念がね、距離もそうなんですけど、やっぱ雨っていうのがね、まあ、ここに来てね、ちょっとね、これでもかぐらい雨が降ってるんで、まあ今日のだから馬場状態は、結構ね、やっぱ先行有利なっていうのが言われてるんですけども、まあどうでしょうかね。まあうちもね、やっぱ伸びますしね。だからね、いや前目にいながら、やっぱりね、インを立ち回れたら、まあいいかなと思いますけどね。で、距離はね、本当やってみないとわからないんでね。あとはまあ折り合いですよね。だから折り合いがね、こう、つかないっていうまではないんで、まあきっちりね、先段でね、折り合って、でね、まあ最終コーナーでね、後位差しみたいな感じで、うまいことね、まあ射程圏に入れて、きっちりとね、差し切るようなレースがね、好ましいんじゃないかと思いますね。で、騎手はね、やっぱり岩橋騎手がね、ずっとね、もう3戦ね、連続で乗ってもらってて、今回4戦目になるんですけどね、もう手の内にはね、完全にちょっと入れてもらってますんでね、まあ、ここはね、ちょっとね、本当にね、岩橋騎手にもね、期待してね、ちょっと頑張ってもらいたいなっていうな、まあ、ここをね、本当勝てばね、まあ、短距離もそうですしね、まあ、中距離もいけるっていうことを証明できるんでね、まあ、今後のね、すごいね、ちょっとね、こう未来が広がるなっていうな、
まあまあ勝つっていうのもね大事なんですけどね、やっぱりねいい勝負ですよね。まあ最低ラインでもやっぱりいい勝負はねきっちりしてもらいたいなとは思いますんでね。まああとはねやっぱライバル関係もあるんですけど、自分との、戦いにはなると思いますんで、まあ頑張ってもらいたいなっていうな。まあ結構気温もだからね20度前後で雨なんで、馬にとってはねまあ基本的にはまあまあ日中のね35度とかでねこう走るようなこう状況じゃないんでね、まあ意味はないかなって思うんですけどね。まあババですよね、あと本当にそうですね、まあゼロらしい、まあ馬体、まあ歩き方もそうですけどね、歩様もそう、まあ万全じゃないかなと思います。じゃあねもうちょっとねあとはねもうレースに行ってね応援するしかないんでね、ぜひねちょっと勝利を願って応援します。じゃあ行きましょう。はい、開始番始まってますけどね、まあ距離がねやっぱりね長いんでねゆったりですね。結構ねスタートが正面スタンド前からっていうことでね、それで最初のコーナーまでが約170メートルしかないんで、まあそこからねグイーティッシュ回って最後ゴールが1700の距離なんですけども、コース形態的には最初のコーナーがやっぱり170メートルしかないっていうことでね、やっぱりまあ内枠のやっぱり先行勢が有利やっていうことで言われてますね。で今回ねショート数7といったショート数なんでね、まあ4番のこのゼロのね枠順はね結構ね絶好枠なのかなと思いますね。まあ逃げるっていうのはね多分ないと思うんですけどね、まあねいいんで結構ね最初のねコーナーまでは先端に取り付いて線インにねつけたらね線逃げ場っていうかを目標にねこうレースが進められたらいいかなって。なんせねもう直線が長いんでね、直線でねなんとかねこう我慢してね最後ね絶妙のタイミングで追い出してもらったらなと思いますね。雨がやっぱりね結構強くなってきたんで、まあ、そこがねどうなるか、まあ、それはでも全部一緒なんでね雨もね、まあ、でもね返し馬も絶好なんちゃいますかね。パドックはね本当にね絶妙な仕上がり、毛づやとかも含めてね、ある意味このね人気で走れるのは今日が最後かも、ね、3倍ってなかなかつかないんでね、 3.4 倍ですか、やっぱまだ3倍人気ですね。風もねちょっとやっぱ強なってきましたね。やっぱスタミナちょっといるかやっぱりねこの形態ね、ゼロはだからね賢いんでね本当ねもうゆったり来てますね。まあ、まずやっぱりねスタートはねきっちり出てね経済コース通るのがね勝利の鍵かなとはね思いますね。コース取りの位置取りとしてはね、まあ、それが先段であろうがね中段であろうが、まあ、外待てたらねさすがに持たんのでね、今日ちょっと内が伸びるっていうのもありますしね、ひょっとしたら逃げるっていう手にも出るかもしれないですけどね、ただ門別がねなかなかねレベルが高いんでスローペースにならないんですよね。まあ、でもショート数なんでねちょっとそこは分かんないですけどね、まあ、うまいことね経済コース通ってくれるようなね、めちゃくちゃ落ち着いてるね。まあ、こういうね雨の中でやるとね本当もう関係者様大変ですよね。ちょっとね無事にねちょっとほんまね終わってほしいです ね勝って門別最強というかねちょっと示してほしいですね。重賞勝ってるのはゼロだけなんでね一応、まあ、去年のねセプテンバーセールでほんまね最後らへんでねこう購入できた馬なんですけど、まさかねここまで来るとはね本当に夢にも思わなかったですけど、やっぱタルマヤらしい体つきっすけどね、ちょっとねボテって見えるんですけどね、でもまあなんか樽前もそうやったんじゃないかなっていうな。今年のね今サマーセール開催中なんですけど、やっぱり樽前3区は人気ありますよ。子供たちの成績がねすごいいいんで。さあもういよいよねスタートが迫ってまいりました。もう試練のね一戦ですね。風も強い、雨も降ってる初距離ね、ほんま試練ですよベドロにとっては。でもやっぱりこういうね強い馬っていうのはねこういうね試練をねやっぱ乗り越えてこそね強い馬なんですよね。結局シビアですけど、これをなんとか乗り越えてね、まあ、当然この一戦がね全てじゃないんでね、ここでやっぱりどんだけいいレースできるかが次につながってくるんで、まあ、そこをねまずねちょっとね頑張ってもらいたいなと思いますね。あー来ました今日ね関係者の皆様もねめちゃくちゃ応援来てもらってるんでね、ちょっと買ってほしいですね。
馬券は成り立たない。2つ目は日高島の一応単勝副賞3連単全部ゼロがゼロ軸です。当然ですけど、まあ、ちょっとこの雨なんでね、一角崩しはあるかもしれないですけどね、ひょっとしたら、うん、3連単がねちょっとね2歳なんでね、だからね本当ね、前回のドリームの時もあったんですけど、新馬勝ちした馬がね重賞勝ったりとかね、そこがねやっぱ見えない馬もやっぱいてるんでね、ただなかなかそういう馬がね勝利するっていうのもね結構まれなんですけどね、ゼロはゼロでねレベルの高いところで結構やってきたんで、そこがね強みなんですけど、ああもうね重賞なんでね音が違う、曲が、まあ、すんなり入ったね、すんなり入りました。さあどう出るかやね、あちょっとちゃかついてるか、よっしゃ出た、出てる出てる、ちゃんと出たよ。あ3番がね、3番が先行きましたね、2番手でね結構ね、3番を見て2番手からの競馬になってますね、いいんじゃないかな経済コストってね、うん、あ折り合いもバッチリやね、折り合いもバッチリ、ね、うん、この距離やっぱりねそれが大事なんで ね、 やっぱりね、まあ、いかにね自分のペースできて最後ね追い出しでいけるかね、全然いいよ全然いい、こういう風やね、我慢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 、まだ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 、しゃはじけろ、いけゼロ、いけ、あかあか5番来てる、ゼロいけ、ゼロいけ、あー3着かゼロあー3着です、うわーいい勝負やってんけどね、3番か戦なんでね、いいね本当に競馬したと思うんですけどね、うわーばばばばばね、初距離やからね、うわー初距離やからね、残念、まあまあでもねゼロ自体は頑張ったと思いますよ、ほんまにね、ああいうね正攻法の競馬からね、初距離での正攻法の競馬でね、うん、また4着以下をね結構離したんでね、相手が強かったねやっぱりね、うん、まあまあね次やね、まだまだ2歳なんでね、じゃあそういうことでねやっぱりね競馬ってねやっぱりねなかなかね思い通りいかないんでね、まあやっぱりねこの経験がねでもね次に生きてくると思いますね、まだまだ2歳ということでね、この距離もねだからね走れんことはないっていうことは証明できたんでね、まあ、さらにね成長した姿をねまた今後ね秋以降に見せてもらってね、またねこの距離っていうかにもねどんどん挑戦していってほしいなってね今日改めて思いました。決してねだからね短距離だけの、馬じゃないっていうのがね今日ね本当ねまあ分かったと思いますんで、まあまあ次ね、まあ、これをね糧に頑張ってもらいたいです。
じゃあすいません、ありがとうございました。次にちょっとご期待くださいませ。じゃあすいません、さよなら。And the beat drops.